お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。21回目の幻想水湖伝です。前回、ネクロードを撃破したところでしたね。今回は、仲間集めをやって、竜騎士のところへ行けると良いなーって感じで、進めていこうと思ってます。それでは、最後まで、ゆっくりしていってね。まずは、前回の整理と、次の準備ですね。ネクロード城の最上階で入手した、劣化の紋章を、クレオさんにつけましょ。火の上位なので、強くなりますねー。さて、道具やら装備やらの整理ですー。さて、編成会に向かいつつ、イベントを進めましょ。そういうことなら、会ってみましょう。では、編成と装備ですねー。3人固定なので、後列を中心に入れますかねー。
とりあえず、こんなメンバーにしてみました。毎回思うけど、この装備作業が面倒なんですよねー。ま、こんなもんかな？引き出したら、装備を忘れないようにしないとねー。あとは、ハンフリーの武器かな？ハンフリーは、竜騎士の間だけなので、お金は足りそうですねー。あ、紋章編を忘れてたので、倉庫に戻りますー。はい、これで OK ですねー。
それでは、仲間集めに出発です。まずは、ネクロード城ですね。ついでに、レベルアップもできますな。ニガスが出るくらいまで、レベルアップしとけば、大丈夫だと思いますねー。ネクロードを倒した後は、空の色がずっと青いんですよねー。はい、今回の最初の仲間は、ベシュメルガさんですねー。ということで、すんなり加入ですー。あ、歩いて戻るんだったね。
ま、当たり前だけど、この画面でも無理でした。こういう時は、スタリオンとか連れてくると良いかもですね。はい、長かったですな。お次は、カレッカに行きましょ。はい。一度会ったことがありますが、レオン・シルバーバーグさんですね。ということで、マッシュに伝えに戻りましょ。次は、手紙をレオンのところへ持っていくんですね。ワープできた時に、下の入り口にしてくれればいいのにねー。さて、手紙を渡しましょ。
来てるんかい。ということで、レオンが加入しました。次は、クロンにある、過去の洞窟に行きましょう。このタイミングで、4人加入させるんですが、4人とも癖のある人物な上に、道中が面倒なんですよねー。ベシュメル側、城内の往復が面倒だし、レオンは、行ったり来たりが面倒。そして、これから行く人は、隠し通路なんですよねー。ここですねー。違った。ここでした。ということで、クローリーさん、加入です。では、4人目は離婚の村ですねー。ここの人も厄介で、確率なんですよねー。ということで、現れるまで、出たり入ったりを繰り返します。
やっと、出ましたということで、クライブが加入です。さて、このタイミングでは、4人加入ですね。では、ストーリーに戻りましょう。誘導はブックマーク済みなので、ワープで行けます。ということで、入れないみたいですが、フリックがヒントをくれましたので、安定の街に行きましょう。おや？あらら、うまいこと言って、逃げていきましたな。ま、200ポッチはあれとして、誘導に戻りましょう。さっきの人が来てますねこの人は、怪しいのかどうなのか、微妙ですねー。ということで、隠し通路を教えてくれました。これしか方法がないので、早速入っちゃいましょう。
確か、この日輪魔王は、窓セットを落とすんですよねー。道中で、うまく入手できると楽ですねー。はい、防具は助かります。クリティカルが多いと、戦闘が楽ですな。いいですねー。拾った装備で強くなれますー。うわ、数が多いなー。中間地点かな？あ、落ちた。フッチ君、懐かしいですねー。
ということで、竜の様子が気になりますが、騎士団長に会わせてくれるってことなので、進みますかねー。さて、騎士団寮に入るところですが、今回は、ここで終わります。仲間集めに時間を取られましたが、一応、目標の勇騎士のところまで来ましたねー。次回は、騎士団寮の攻略を進めていきます。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると、励みになります。次回も、ゆっくり見ていってね。